ドゥルーアングルの時間です次スタ違う、えー、次広スタジオ <laughs> 桜台からお届けしておりますプレゼンターの川崎英子ですよろしくお願いいたしますはい、万代保護消防の代表のツリベヒトヒですよろしくお願いいたしますそしてスタッフの皆さんよろしくお願いします えー、この収録はねこのようにアクリル板を作って飛まつ感染ね、飛沫拡大の防止をして <laughs>、えー、行っております、えー。今年最後の収録になりましたね,すね、はい、ということでね今日も、えー、お話ししていきたいと思います。と、えーまえー、ちょっと待ってく今日はまずは画面ではパワーポイント、はい、お願いします。 えー、トゥルーアングル本日は、えー、最初の話題関東最新弁護団連絡会構想についてということで、えー、部さんお願いします、はいえー、とこれはね2016年に、はいまあ、私が本にも書いたんですけど、はい、やっぱり切り替えていただいていいいいただですよ、はい、冤罪をねやるにあたってあの再審、はい、するにあたってやっぱり九州に。 はいろんな事件のやっぱり弁護士のノウハウがあるわけですよ。はい、弁護団同士で、うん、でそれを九州の方はまああるまあ大先生のまあお弟子さんたちを中心に集まって共有してるんですね。はい、発表と共有、うんうん。最新事件について。最新事件だけですね。うん、まあ関係者弁護士。はい、でまあそこは秘密裏でやってるんですけども、うんうん、やっぱり最新って普通にはないノウハウが。うんうん あるわけですよその弁護団は分かっても違う事件の弁護団は知らないっていうことがあるのでまあそのねトップの方が同じというかねお亡くなりになっている方のお弟子さんなんで、うん、みんなで協力し合おうよということで、うん、違う事件と、うん、まあ違う事件いくつかの事件が集まって情報共有をし合うというのがありましてそれを知りまして。はい じゃあ関東にもそれがあったり東北にもそれがあったり北海道にもあったりと各地区にあればねやっぱり地区の特徴もあるし先生たちの交流があればいいかなと思いましてまあ九州にはあるわけですからじゃあ関東でということであのまあ関東でで作ったんですねまあいろんな弁護士先生会うとねあの でまあ、最新やってる方とノウハウハを教えないい方がいらっしゃるんですよ、うん、それがね、まあ、ある意味商売道具なんでですよねそうん、だから自分の仲間の先生にしか教えないみたいなのがあって、うん、なかなか開かれていない場合もあって、うん、もちろんオープンな方もいらっしゃいますけどもはい、はい、そういう中であの弁護士先生も手弁当で、うん、最新なんかね、はい、そんなお金持ってる人はめったにいませんから本当に手弁当で。はい ねえコピー代も自分で出したり、ね、調べるのもすごい時間かかってるで自分の事務所運営もしなくちゃいけないっていう中ですごい最新まで経済的人的エネルギー的に持たないんですよね。最新なんか以上、うん 勝たないわけですよねうん、うん。本当に厚い壁ですもんね。でもそれに対して向き合う。はいうん、だからもう観点がお金じゃないんですよね。やっぱり正義なんですよね。そうですね。その無実だったり本当にこう必要以上の罪に問われている方の刑をなんとか軽くしたりと、うん、無罪だったらそれを晴らしたりしたいっていう思いだけですよね。で、はい、まあそういう先生たちにもどんどん出る、うん、なるで。はい もちろんお金稼ぎのようなね再審しとけばいいんでしょうとか死刑防止のために死刑させないために再審するみたいなこともいないわけじゃないんですけども分かったことはやりたいよだけど経済的に事務所も守んなくちゃいけないしっていうし事務所の例えばボス弁じゃないとしたら事務所のトップのねボス弁に反対されるから首あんまり突っ込むなって言われちゃうんだよねっていう。 そういういい先生もいらっしゃるんですよね若い先生で正義感がある、うん、でもだから逆にそんなに収入は多くないわけですよね、うんはい、でも正義感ってやりたい、うん、でもお金もないやっぱり時間も取られるっていう中で、うん、結局僕が体験した中で分かったことは被告人というかね、まあ、受刑者ですよねもう最新のを救えるのは あの弁護士だという結論に結局なんだかんだ言ったって弁護士じゃないと何もできないそそうでですね弁弁護護士士探探ししが一番大変で弁護士探しになるそこに壁があるならえそこをですねなんかサポートすることはできるんじゃないかなと思って2016年にこの構想で当初はですねやっぱりあの弁護士先生にトップになっていただいてその事務局でサポートしようというふうに。 考えてたんですが、はい、まあ何人かの先生方に相談すると関東の人は弁護士はそれには乗らないよって言われたんですよね、うんはい、やっぱりすぐに日弁連があるし近いですからね、うん、九州とは、うん、そうですね環境が違いますよね環境が違うんで、はい、やっぱり一匹狼だし、うん、あの弁護団を組みたくない方もいると、うん、本当に一人とか、はい 要は弁護団にななると意見が割れたりしてて大変なんですってそれはそれで知識やね3人寄れば文章の知恵で集まる場合もあるけれども方針が違ったりとかそれでこう意見が違うんで名前だけ出してるっていう場合もあったりするから本当に勝ちたいと思ったら僕だったら自分とまあ,まあ自分の中の意義と気の合う人たち3人ぐらいかなとそれで向き合うよっていうのがやっぱり何人かの弁護士先生に。 そう言われて、はい、でトップになると人の事件のことも絡んできたり全体見るからそれはできないと思うよということで、うんうん、だったら随分、うん、君がねそういう体験や知識や経験があるわけだからあなたが事務局をやりなさいと。うん、で弁護士は自在に究極自分の事件が終わったら抜けれるような形を取ってやった方が うまくいくいよあなたの狙いはっていうことで,、うん、でちょっと何数年前からじゃあ自分が事務局をやろうかなと、はいうん、でこれや,やればやめれないじゃないですか、うんうん、死刑事件ならね執行されてしまえば終わるかもしれないけれども、うんうん、無期の事件とかあれば一、はい、回やると言って支援始まって「はい、すいませんちょっと疲れたんでやめます」って言うともうがっくりくるじゃないですか。そうですね だから始めたでも最新事件ってね結構30年40年とかかったりしますもんねもう普通ですよねはいだからもしかしたらお墓のね、うん、場所もね遺族が引き取らないという場合もあるわけですよね、うん、だから最新弁護士が最新事件を引き受けるっていうことは究極そこまで考えるんだよと、うんね、遺族のところに入れればいいけど入れなかったら無縁仏まで探してあげると。うん いうことまで考えないと最新るほどねそんな家族がきっちりしてる事件はいいですけども、うん、そういう覚悟で僕らはやるんだよって話も聞いてうん、うん、あこれは並大抵のことじゃないんだなっていうのが改めてね、はい、分かった中で何かできないかなっていうことで、うん、まあ任意団体というかね あんまり表に出さずには知り合いの弁護士先生の中ではやってたんですけども、はい、まあ今年になってから、うん、まあいくつかの事件まあお年からちょっと始まりだしたんですけど具体的な事件のサポートをしてしてほまあ検察側は人がいますから、うん、なんかチャート図を作ったり何、うん、でもするのでも人海戦術使えるけど、うん、弁護士先生は、うん、そうは いかなで事務所の人使うんだって通称事件なら使えても民事とかね、はいはい、そうじゃない事件最新でちょっとこれでって言うと事件を理解した上で先生の署名を理解してそれを裁判員裁判とかねチャートするとかね、うん、っていうのがこう普通の刑事事件でまあ最新にはそこまでないですけれども、はい、理解するのにそういうのが必要なんで、うん、だ僕はまあそういうのが比較的得意な人間なんでそれをサポートしてくれないとかって言ってまあボランティアで。 はい、やってたんですけど、うん、だんだん僕も持ち出しが多くなったり、うん、時間的にも取られて、はいえー、現在は今2件ですよね、うん、具体的な事件としてはそれのサポートを入ってるんですけれどもそういう中でなんか木が熟したっていう感じがして方針化しようということで今ちょうど申請中なんですけど、うんうん、まあ 一般社団法人関東最新弁護団連絡会っていう名前でまあ立ち上げましたよとえいうこととしてまあこのご報告とあと面白いもんでね書類作るじゃないですかまあ司法書士さんに頼んだんですけど目的とか事業内容とか書いてであの定款ができてくるとガーッとしっかり書かれてるとなんかやっぱりちょっとおおほに。 行くぞっていうかね、うん、要は法人っていうのは社会のものになるわけじゃないですか。とかね人意だったら自分のものじゃないですか。うん、自分のものでちょっと社会にちょっかい出してるみたいなところから社会のものになっていくっていうところで意識が変わってただ分かってほしいのは被告人を直接サポートするものではないという。だから まあ相談は受けることはあると思いますけども結局弁護士先生が冤罪だと思っているというのが大前提でで,でまあ経済的人的にねあの支援をしてほしいというものですよね。 弁護士先生がその冤罪事件に関わりやすくしたり専念できるようにいろんなサポートをっていうそんな感じですかね。まあ専念まではね、うん、あのし,しないまでも、うん、要は例えばコピータだけでも15万20万かかったり、うん、それをファイルするとか整理するとかねといろんなこう事務的な手続きもあるという中でそういうのをお手伝いしてほしいといえば、うん、お手伝いもするし。 まあ、例えばあれですよね長所を読んで整理するとかね長所、はい、を読んでエクセル表に直していってどこに問題点があるかっていうのを、うん、あのまあ自分なりにこれちょっと時系列合ってないと思うんですけど、うん、とかって先生に言ってえ,えっていう感じでただ弁護士先生とは違う視点で僕が見てる場合もあって、うん、全然あの走りの棒にも書かかんないこともいっぱいありますけれども <laughs> どあれその視点って面白いねっていう場合もあって。うんうん ちょっとそこ掘り下げてみようかって言って、うん、まあ駄な場合とちょっと争点にも入れれるかもねっていう場合もあるんですけどそんなふうな、まあ、内容にもちょっと加味する、うん、でまあコピー代とかね、うん、お給料とかは払えませんけど、うん、事務的から現地調査に行くとかね、うん、まあいろんなことで必要な人を紹介するとか、はい、例えば鑑定の先生紹介もしてもらえないとかって僕の知っている 人脈もありますからちょっと聞いてみましょうかとかこういう人知らないかなとかお互いの人脈をこう紹介し合いながらそのサポートしていくなんていうことですねそれをやっていきますすごいですねで、あと先生たちが言うの先生はね、通常事件なら被告人の利益なんです被告人の家族の利益のことは考える人もいるけどそこまで手が回らない だから最新も最新の受刑者をサポートするじゃあ、うん、受刑者の家族や支援団体のサポートまで手が回らない、うん、じゃあその部分でちょっと手伝ってくんないっていう場合もありましたし、はいうん、でそこをサポートする、うん、そこはだから例えば言うとお金が発生しないわけですよね、うん、被告人の利益、はい、受刑者の利益じゃないから、うん、そこまでやるのかというともう永遠に。 やらななくちゃいけないけそういう方って結構社会的に冷たい扱いいい扱を受けてる方がご家族は多いじゃないでだから、うんね、行方不明になってるとか、はい、薬に頼ってるとか、うん、中には実施される方もいらっしゃる、うん、そういう時に話し相手がいないね、はいうん、マスコミがいろいろする不動産も借りれない、はい、そういう時に本人は行ったらもう終わりですから、うん、じゃあ例えば不動産ね借りたいんだけど名前を変えて借りたい。うん まあ契約書はね本人だとしてもただ僕がちょっと知り合いの不動産屋に実はこういう方がいるんだけどあの表には出せないんだけど契約はこう塗るんでサポートしてもらえませんかって言ってじゃあ不動産屋が分かってくれればあの名前と表札とあれは変えてするとかねそういう本人が動くともう大変っていう。 いいくらででも、ね、あるんですよねそういう,ねそう,いうのを、まあいね、サポートするし、はい、まあ何か必要な事件であればここでお話することもできるし、うん、本にすることも、はい、ご本人がね書く力があれば、うん、もしくは何とかしたいっていうんであれば本にしたりすることも可能ですし、うんはい、なんかいろんな意味で、うん、あの弁護士さんの指示があればそれをすると。うん、だから勝手にはやらないっていう、うん じゃないとあの変な話勝手に、ね、サポートしてくれって来られてもそうです、ね、見抜けないじゃないですかだからちゃんと弁護士さんがいるということを前提に、うんうん、しかも弁護士さんがそのそこに対してそういう、うんまあ、支援弁護士さんを支援するという中で、うん、指示のもとにご本人やご家族を支援することはあるそういう活動を、はい あのまあ自分の持っている能力を全部使ってやっていくという中で、うん、まあ個人でちっちゃくやってたところから、うん、まあね全部やってもね、まあ、一生で何件できるか分かりませんけど多分10本では余りますよね、うん、そんなにできるわけじゃないしお金が入るものじゃないしそういうスタッフもいなくちゃいけないってなると、ね、お給料お金入んないからお給料が払えないんで。うん まあ、特殊見たい方がいればね、はい、あのそれを頂い,いて、ねうん、スタッフやって一緒にねいったら一応ついつつ同時に持てるかもしれませんけれども,、うん、もう現在もあれですよねそのもう本当にこう寄付を出してくださる方の,その援助とかの中であってらしいそうですね。 当面そうなるしまあね活動知ってる方はね、はい、本当に年5,000円とか月5,000円とかまあいろいろですけれどもあとはね何かの時にポッと。あ<ー>あの 使ってって言ってくださるのをためながら旅費に使ったりまあいろんなことに使ってだからホームページもあんまりこう出せてないというか費用かかっちゃうんでまあ今度はちょっとこうなったんでそんなに更新はしないにしてもえーホームページやフェイスブックページもしっかり作ってでどんな事件をサポートしてるから言える場合と言えない場合が。 あるじゃないですかそうです、ね、ただその辺ね何でもかんでもオープンにできるものではないので、うんうん、まあだから何件受けてますよとかは言えるし、はい、もしかしたら、えー、と罪状は言えるかもしれないですけども、うんうん、だそれはちょっともう案件ごとによってそうですねその作戦によってもね違いますもんね。ね水面下で動く作戦とも大々的に、うん、マスコミに。はい 撃って出よようういそれはあのそもそも冤罪事件というののね戦い方の中でそういう、ね、作戦っていろいろありますもんね、うん、だからまあ今日ねこうやって放送するのはもし弁護士先生や、はいえー、最新を考えてる方や、うん、もしくは通常の、ね、裁判でも絶対冤罪なのだとこれは、うん、っていう方があればね、はい、あのご連絡をいただければ何かできることがある かもしれないいいななかもしれのでなのでそういう声があればまずお聞きすることはできるのでお聞きして必要であれば弁護士先生と直接話をしてっていうこともあるし弁護士先生だったらねそのままお話してこういう事件なんだけどこうこうこうでこういう援助をもらえないかなっていう話であればそれはさせていただきたいと。そうですねはい ぜひ、あの、そのようなね、方がおられましたら、あの、お声かけいただければと思います。その、冤罪を受けている方のご家族でもそうですし、ご本人もそうですし、それからそういうのを受けていらっしゃって。こう、いろいろ動くのにね、ちょっと、あの、手が必要だよって思ってらっしゃる弁護士の先生方とか。あの、ぜひ、ご一歩いただければと思います。継部さん宛。あ、僕はね。はい。あの。 フェイスブックでもねありますのでぜひあのご連絡いただければと思います。ロゴとかも作りたいですけど。ああなるほど。ロゴを発注するお金の方がもったいないかなと思っちゃう。まあ活動そのものにかける方がね。活動そのものに使いたいんで、できればボランティアで思い賛同してくださる方でロゴプレゼントしてくださいますよ今の大歓迎。あなるほど。はい。じゃそういうねお声もぜひあのいただければと思いますのでよろしくお願いします。